はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。Mサガが出たんですけど、まだ買ってないので、ドマサガ、ミンストレルソング、ミンサガですねちょっとやっていこうと思います。超久々にやるんで、一応ちょっとリハビリがてらグレーでプレイしたんですよね。で、今回は、まあ、クリアデータの続き、4周してある次っすね、5周目からやっていきます。で、サクサクやっていきましょう。アルベルトクリアしてない、アイシャもクリアしてない、クローディアもまだ、ジャミルか、ジャミルでやるか。で、引き継ぎはアイテムだけ引き継ごう。他は全部いいでしょう。で、引き継いだアイテムは例によって倉庫に預けとく。もうほぼ最初からっていう感じ。とはいえ、最初からいっぱい選べんな、これ。最初からいっぱい選べるんで、これどうしようか。結局再建使いたいからね。帝国石碑。盾もあるな。まあ、ジャミルはね、レイピア装備してるんで、ちょっとこれでやろう。最初ちょっとだけずるっこ。で、ゆっくりで始めて、OK。あれ、なんか、アルドライベントが始まったんだけど。前回、どういうところで終わったのか、全く覚えてないんだけど。いや、でもなんか叩き落とされてんな。やっぱりマルディアス。北バファル大陸とユーエン大陸のつなぎ目に世界一の都市エスタミルがある。エスタミルって世界一の都市なの？ローザリアかと思ったけど。この都は陸上海上の交通の要として発展した。そのため世界中から物と人とが集まってくる。しかし都市特有の悪徳もはびこっている。暴力、犯罪、貧困、そんな環境の中でも力強く生きる若者がいる。盗賊ジャミルだ。この箱は持ってった方がいいかな。持っていこうぜ。この壺の中身はどうしようか。いいか、ダウド、持っていけるものは全部いただいてくんだ。綺麗な腕は。おお、貴様ら何してる。泥棒、泥棒だ。めっちゃ足音立ててんじゃん。そろりそろり。ダウドがパーティーメンバーになった。さあ、あと地図は回収してあんのか。最初南エスタミルだから。え、何すんだ。とりあえずちょっと見よう。レイピア、こいつはなんだ。ゴロつきなの
ダウドとか極限体術マニピュレーション、え、極限なんて持ってねえし、売ってるっていうか金もないからな。最初のウェルカムメッセージも出んな。200円か。とりあえずファラの家に行こう。ファラが連れ去られちまったよイベント、最初からあれいる島だ。これおばさんでしょ。よあ、なるほど、金渡すか。いつもすまないね。よあ、あら、げっ、まあ、綺麗な腕はね、いいな。ん、君のために手に入れたんだ。ファラにやろう。完全に金づるだな俺。で、でどうした、マジで。ありがとう。だからマジで分からん、最初いきなり分かんねえ。一杯の、あんた仕事やる気はないかい。ちょっとやばい仕事なんだけど。これか、やばい仕事やろう。それじゃあそこのフジャラートのリーであるファンジ様が、あ、最初からこれが出るのか。遊びほうけているというのだ。その、頼む。ファラが連れて行かれちまったよ。で、これでファラが連れて行かれたのか。何があったんだおばさん。あなたと旅をすればいい歌が作れそうです。ご一緒させていただきます。ちょっと最初なんで詩人さん仲間にしよう。何の娘はどうした。あれは冗談だ。ああいうのがハンジ様の好み。なんでもねえ。ファラを返せ。戦闘、初戦闘だ。心配すんなってダウド。レイピアでしょ。大丈夫か。こいつマジどうしよう。パンチさせとか弱そう。熱き戦いが今幕を開ける。先制取られてんな。弱い、弱いけどもう別にダウドは戦力として数えてないから、長い目を見て育っていってくれればそれでよし。分かった、お前が強いのは分かった。だが女どもはもうここにはいないんだ。ファラオどこへやった。ハンジ様の秘密の隠れ家だ。北エスタミルのアムト神殿の奥にある。だが女以外は入れないぞ。女装でもするか。目が回る。よし、さあ行きましょう。このまま動くのか。で、下水で行くか。あれ船乗れる、これ。ちなみにこの格好で船乗んの。北エスタミルには、あ、もう船で行こう。10円だし安いもんだ。で、あ、マップがない。まずは地図を回収しよう。で、アムト神殿の右側。こいつはベッピンさんだな。こいつ変なのが好みだな。明らかにごついだろ。秘密の部屋。働かなくても美味しいものが食べられるいいところよ。でももう嫌。毎日ひもじいのも嫌だけど、やっぱり自由でいたいの。あー、どっちがいいんだろうね。働かなくていいんだ。で、うまいもん食えるんだ。愛者仲間にしとこう。お前も捕まったのか。最初は人数いた方がいいからな。ガラル族の愛者、よろしくね。元気だな。タラール族ってガレサステップにいるっていうあのタラール族か。とにかく一緒に逃げようぜ。ありがとう。一人ぼっちで心細かったの。こんなさ、オカマみてえなやつが来て怪しまないのか。ファラ、ジャミル、何その格好。
ナに化けてまで助けに来てやったんだぞ。きっと来てくれると思ってたよ。ありがとう。とにかくずらかろうぜ。なんだ貴様は。伏せ物を捕らえよ。おお、4人いる。ダウドは相変わらずなんかこう、アイシャも別にさ特性ないから、なんか薬草摘みとかそういうやつだった気がするから。弱っ。お宝の地図。お前がこの子たちを誘拐した張本人だな。許さねえぜ。わしが悪かった。許してくれ。まあこれは許す一択なんで。世話になったね。ありがとうよ。あれ、それだけ？助けてくれてありがとう。まあそっか、こいつら金払うだけの金はないか。ジュエルだけ回収しておこう。で、詩人さんって装備外せるんだっけ？クロスアーマーしか持ってない。詩人の剣はさすがに外せないよね。ほら、これ仲間できる？いや。助けてくれてありがとう。一緒に冒険しようぜとはならないか、まだ。まあいつか仲間にできる機会があったら仲間にしましょうか。とりあえずパブ行って、知人が外れて。そうか、アムト神殿の中だったのか。よくやったぞ。これを取っておけ。で、2500円。で、奥にバーバラがいるね。バーバラ仲間にしよう。もう地図めちゃくちゃ手に入るからな、あいつ。早速奥方様に報告だ。アメジストも回収する。すごい。煙玉使ってるわ。私はバーバラ、よろしくね。俺はジャミル、よろしくな。ニュモチで、バーバラが仲間になったでしょ。で、いろいろ行けるようになりましたと。さあ今は4人。俺、あれ、役に立たないから一緒に行かない方がいいと思う。そんなことはないよ。本当はエスタミルから出たくないんだ。あ、そうなの。一緒に行きたくないんだ。お前に選ぶ権利はない。でもこいつさ、仲間にしてるとアサシンギルド行けなくなったりするのかな。まあ、いや、ちょっと弱いし無理強いはしない。さよなら。ダウドは、ちょっと待って、変なやつが来た。あ、バファルとかはいけないんだ。ドライランド行って、もうこっからは完全にフリーシナリオなんで、まずはノースポイントまで行こう。月光族イベントをやります。で、地図は回収して、まあ、ダウドはね、ジャミルだったら使っていってもいいと思うんだけど、まあまあ別にいらないかな。で、ゲラハ仲間にしよう。月光族には。そうか、これ倉庫に預けよう。一旦全部預けるか。とりあえず薬箱と煙玉だけ出しました。ちょっと数多いけどね。で、月光族の洞窟。オサに話して。オサ、そう言わずに話してください。トカゲの声聞いて。いらっしゃいませ。そのような月光族出せ。おい、さあ、ゲラハも結構強かった気がする。私はゲラハ。アイシャとバーバラが多分そんな強くないよ。やばい、狙われてる。アイシャ弱い。こいつ強い。ただの盗賊っぽいやつのくせに早め先に。やられた。マジか。これ結構やばくね。普通にやばくね。やっつけ。よし、さすがゲラハ。ゲラハ頼みだな。
死んだ。早く先に。なんか死体蹴りしてくれてる。よし、オッケー。苦戦した。で、解放。なんかアルドラっぽいやつがいる。ちょっとこいつはまた後で話しかけよう。結構がいっぱいいる。人間。よし、ジュエル。で、人間。ジャングルの中に古文書の話を聞いておこう。このジャングルにはキャプテンシルバーの財宝が。これもやっとく。で、聞いて、こいつから地図もらえるんだよね。いらないけど。え、ただそのこれが。ありがとう。ありがとうよ。で、嘘の地図。そこから古文書回収のためにちょっとホークを仲間にしよう。俺が実はっていう。よろしく。おメルビル行きの船だ。で、メルビル行こう。あ、グレイとクロディア両方いる。ちょっと待って、アイシャとホーク外そう一旦。テオの回収します。てか全部切って返します。あ、マジでした。私、俺はよろしく。合意。俺のよろしく。はい。よし、めっちゃいけるようになった。おい、いゆ。で、ちょっとジェルトンに来て、金策のために恐竜の卵と財宝をやっときますか。では、ここ入って、じゃんじゃん消していこう。逃げる。これ地図かな。よっしゃ。よし、じゃ卵回収、全消ししてあるのでサクッと戻りましょう。卵はもう売っちゃおう。いやー、すごい、さすがの取引量。から財宝の穴に入りましょう。ショートスケーン。ちょろいもんだぜ。ちょっと待って、フォーメーションちゃんと確認しよう。レイピア、シングルソード、ハープーンって、そうだよね、2番目がいいよね。で、弓は3番目に置いとくか。攻撃力的には2番目が高いけど速度効果高いしね。で、シングルソードなんでこれで OK。 これ刀刺さってるけどいらないよね、グレーじゃないし。ほっとこう。さあ、財宝のボス。なんかいけるよね。もともとここってショートスケ使ってこう、グレイとガラハドとミディアムの3人で来るところだからね。5人いればなんとかなるはず。ジャベリン、ショートスケ強いよな最初で。あとはもうザコだけだな。タリン、ハヤブサギにしよう。ジャベリンはいける。あの2人が何も覚えん。素振りするか。決まりだ。もうなんかいろいろ上がってく。罠ないね。で、500円で、そう、これ弓が入るのが結構いいんだよね。狩人殿の弓の攻撃性能が10で、超弓19だからね、めっちゃ強い。これを回収しに来た。じゃあ再びメルビルに戻ってきて、次なるイベントはギャドヤ変死事件的なやつ。娘が消えました。一応詰め所にも寄っとく。こっちがいいな。
て姫路城行って、はい、宿屋行ってこいつに話聞いてでウォードの雑貨にパッと行って話聞いて道具屋のバッグが死んじまっでこいつらの後を追ってさあぶっ倒そう先に周りから倒していくか衝突剣でどうだろうな2体ずついけっかな一応鍵の動いたけど弱いからやっぱいいんだよねやっぱりあ、勝手呼べた。よし。お、強い強い強い。ペインスタンスかな。早めさぎりで先にやっとこう。ジャミルがちょっと死にそうだけどな。しょうがない。最初はもうゴリ押していく。早い。よし。倒したから、あと他の人たち結構元気だね。クローディアがなんか覚えないかな。ゲッ、死に倒した。戦的に一番いいのが防具だよねチェインメールでここ武器だとシルバーフルーレなんだけどレイピアより弱いからシルバーフルーレとか言ってでちゃんとおやすさんからも金をゲットしておこうあと図書館でちょっと古代辞典調べようはい OK ちょっとミイラ運びやりますか。ああ、これがいい。どうもありがとう。さあ、これも一瞬で終わるやつ。美味しいイベント。ちょっと靴下回収しようイスマス城で。アルブルトがいるけど、ちょっとパーティー入らないな。これだけ回収しよう。キットンソックス。こっちも宝箱は何かあったよね罠がかかってるかもしれない開けないスマートカード一応話す私はアルベルト俺はモンスターの大群にこれからクリかわいそうだありがとうダメかはい行っちゃった一応スカーブ山の場所も聞いておこうあとクリスタルレイクかだからお始まったじゃあパパパッと行きましょうアルドラあそこに突っ立ってんなさあこいつを倒すもう普通にぶん殴るだけで大丈夫でしょう結構食らうな70か OK おいお前ら泥棒だなそして泥棒退治ちょお前も泥棒だよなそういえばジャミルまあ同じくくりにされると怒りそうだけどあれこいつらもちょっと強いいやでもあと雑魚だけか衝突系強っカットイン敵の衝突系はマジで強いいや強っこいつ OKコーヒーゲットよし金ゲットしてジュエルもゲットでちょっとテオドールイベントやりたいんで2人外そうバーバラもう追いはぎはしてありますあとはゲラハ外すか君はだいぶ役に立ってくれたよ本当に強かったゲラハさあ会議に行きましょう見るええ金金金騎士として恥ずかしくないのかいつものこれ聞いて俺も戦うぜよし一緒に行こう私は連れてけよって偉そうだなでここは一旦歩いて宝箱を回収して罠があるかもしれない関係ないね100円だけかで
走って落ちて、落ちた先の宝箱を回収して200円手斧で、また落ちる。いっぱいいる。ぶっ倒すか。サクサクサクと。テオドールはやっぱ強いね。ゲットした。なんだよ。アンティークだが、なんかあんま強くなかった気がするな。てか、そもそも小型犬だしね。てめえがモンスターたちのリーダーか。さあ、ぶっ倒そう。こいつら結構強かった気がするんだよな。初手からガチでいこう。衝突拳も使っていく。強撃。こいつ衝突拳覚えたんだよな。70。やっぱスタン強いよな。死んだ。一人時間差。ちょっと、どういう状況？グレーが結構減ってな。テオドール生きてっかんな。よし、お前も衝突拳でいけ。よし、守った。死んだ。守って死んだか。いや、結構、結構だぞ。デタラメ使おう。いけ。一人出した。もういいね。デタラメがかなり跳ねたな。強かった。で、金。とジュエル。ちょっとそろそろ、味方を強化するか。でちょうど仲間が外れたところなんで、とてつもなく長い時間闇の中をさまよう。これ仲間になるのかな。その時俺は夢中でその手を掴んだ。なんか怒ってたよね。でも気がつくと、ここはどこだ。俺はこれ、一緒に旅をしましょう。そうか、あんたと旅をしていれば。アルドラ。あら、旅の方かしら。なんかイベント起こった。ここはミルザブールよ。楽しんでいってね。ミルザブール。あ、ミルザの町か。ミルザの町。そうじゃないわ。ミルザ様の志を継ぐ記者。ミルザは世界です。やっぱりミル。あ、アルドラウィザードなんだな。まあそりゃそうかって感じだけど、あとなんかダークも黄昏れてるから、大丈夫か。一応入れておく。お前全然。そう、一緒に来い。お前といれば、まあ、一応ね、ちょっと今人がいないから、まあ、アルドラはちょっとせっかくだから使っていきますか。金めちゃいっぱいあんな。でまずは帝国赤兵、これを3にしよう。468か。よし、これでスキル単体がいけるようになったんで、なんかここら辺ちょっと覚えておきたい。ちょっとスカーブ山でまた検索しましょう。よっしゃ。あれ、クライミング持ってきてあるよね。オッケー。てかアルトラ何な。ヘルファイア。ジャの術を覚えてんだけど。ペイン覚えてんじゃん。こいつアンティークだからか。あ、まあまあ、あ、リッキー覚えた。よし、ペインガード。まあ、ローザリア術法師ね、ワンパターンスキルからな。今回はやめておこう。じゃあ恒例のローザリアサーベルをパクっときましょう。おっ、鍵危ねえ。持っててよかった。罠もあんの。いいよ。ローザリアサーベル回収で羽ゲット。まあ頼みは聞いてやりますか。お前か。ちょっといらないの売ってこう。フルーレいらない。アンティークもいらないっしょ。ローザリアサーベルな、大型犬だからな。まあ いや、ちょっと斧これへんいらないな。あ、弁当バー結構高く、ハープもそれなりだな。カリウドの意味いらないっしょ。草一応取っとこう。バックラワイヤーターゲットなんか一個残しとけ。いや、海賊のバンダナ取っとく。タイニーフェザーも売り用だからな。で、フック、毛皮毛皮、チェインメール、遊びしてねえや。そういえば、ガントレットは、あ、キットンソックスもやろう。お宝とかいらなくない。古文書もいらない。よし、OK。めっちゃ上がってくんだけど、なんか白いやつがめっちゃ上がってたんだけど。で、
俺がここに来たのは、いらっしゃい。買い物したくて、これじゃないな。レベル24にならないとこれ売ってないんだ。普通の剣が欲しいのよ。剣が両手体剣か、杖なんだ。青銅騎士団青竜堂がレベル9必要なのか。タウンソードが26。そう、弱いからね普通の長剣が今。まあタウンソード1回買っとくか。3000円くらいだったらちょっとまあありかな。ゲーコも売り出されたんだけどこれ欲しかったんだよ、スキアボール。これ買おう。もう金3000円4000円近く無駄にしたけど、しょうがない、まだ1万円あるし。ちょっと技道場やりましょう。わざわざ、まあ、こいつは負けても大丈夫なんだよ。みんな素振りだな。まあ、ある程度ここに来るまでも覚えたっちゃ覚えたんだけど、スキアボーナやっぱ強いよね。でこいつ殴ろう。やっぱり斧持ってんな。いや殴ろう。死んだ。収束いいね。フォークブレード2だ。あいつは死んだけどしょうがない。天変地、これでもう全滅か。いや生きてる。投げ払い。古典、古典結構強い。みんな瀕死だな。反対であれば助かる。素晴らしい。アローレイン、やっだき。よし、もういいや。ちょっとリセマラーしようかなと思ったけど、全然全然オッケーだ。弓だいぶ強化されたな。まあまあまあオッケーでしょう。ヤクザ気も覚えたしね。結構後で借りは返すぜ。いい感じで覚えた気がする。というわけでクリスタルシティに戻ってきて、今回はここら辺で終わりにしましょうか。まだ最終メンバー全然決めてないんだよね。とりあえずクローディアとグレイ、なんか毎回毎回俺のお気に入りキャラだから入っちゃってるんだよな。ちょっとこの2人は抜いて、アルドラは入れておこう。でダークは入れなくていいかな。とりあえずジャミルとアルドラは今のところ固定として考えておいて、でまあまだね仕込みの段階なんで、また次回もちょっとお金貯めとかジュエル貯めとかやっていきたいと思います。いや、やっぱねミンサガは面白いわ。すげえ久々にやったけど、エミサガもねやりたいんだけどね、ちょっとなかなか時間がなくて、結構情報出回ってからやろうかなって思ってます。なんか手探りでやるよりは、今ちょっとタイパが必要なのでって感じですね。まあ、そんなところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。